ははいいいいどうももこんにちはの話題ですす本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は2014年度の早稲田大学の有名な問題ですね。えっ、ー、とまあ、えっと倍の数の問題としてまあ有名な問題ですね、えー。それではやっていきたいと思います。効果を投げて3回連続して表が出たと。表が出たら終了とすると。N 回以下で終了する場合の数を FN とすると。F10 を求めようということで。 えー、頑張ってねこれ書き出した人いると思うんですけど、まあ、ちょうど N 回で終了する場合の数を AN としましょうでえっ、ー、とまあ1回2回で終わることはないわけですよね A3 ですよね A3 が初めて1ですよねでその内訳っていうのは全部、えー、表が出た場合ですこの丸を表というふうに書きましょう×で裏にしますで A4 はっていうとこれは るまるって出てしまうと,、えー、と3回で終わってしまうし真ん中に×が入るかっていうと入れる余地ないですよねなんでかっていうとラスト3回はるまるでなきゃいけないわけですでそうすると先頭に×がつくしかないので結局 A4 も1ってことになりますよねこれのみですよね裏が出て表が3回出るっていう形しかないわけですで英語が どうどうかっていうと、これは、まあ、同じ理屈で考えると、バツバツ丸丸丸で表三回出てこれ五回で終わる。で、えっ、ー、とその他はえっ、ー、と丸バツ丸丸丸この形しかないですね。まあ考えてみればわかるんですけれども、丸丸ってきたらもうダメだし、バツ入れたら二回になっちゃいますよね。で、バツバツだと同じだし、丸丸 っていうふうに入れられないってことに注意すれば、これ二回だっていうのが二二っていうのがわかります。えー、じゃあ A 六やってみましょうか。えー、この辺がちょっとめんどくさくなってくるんですけど、まあ、同じ要領でバツバツバツの丸丸丸、それからバツ丸バツの丸丸丸。丸はもう三回つくわけですよね。 ツ××の〇〇〇○○○それから○バ×の〇〇〇、えー、○○これ以外にあるかなっていうふうに考えた時にえっ、ー、とここの部分も確定してしまってるわけですよね、えー。どう考えてもこれ以上出てこないなっていうのが分かれば4って分かるわけですけど。 まあこの辺りから法則を見つけていかないとこれ A7A8A9A10 ってちょっと大変になりますよね。で、えー、とどういう仕掛けになってるかっていうと,、えー、と先頭が×のもの先頭が×のものは後半はこの2つですね。この××○○〇〇〇っていうのはここに出てるんですよ。ここに出てる2つです。全く同じですよね。 だから先頭が×の場合は、えー、と残りの決め方っていうのはその一つ手前の数だけあるわけです。A6 だったら英語だけあるわけです。これ英語の数と同じ分だけあるわけです。いいですかでえっ、ー、と次はのどうかっていうとえっ、ー、と先頭が丸出た場合にはえっ、ー、と次は丸の場合と×の場合がありますけどもし×が出た場合にはこんだけあるわけですよね。次は。 で、でそれがここに来てるわけです。つまりこれは A4 と同じ数が来てて、えー、1個ってことですね。で次は○バ、えー、×って来た場合には、えー、もう〇〇〇がで○○○が出るしかないわけです。でこれがまあこれになってるわけです。つまり A3 になってるってことです。で内訳が211で4になってるってことです。 だからどういう場合分けをするかっていうとまあえっ、ー、と an についてですね an については先頭が×のものは全部で n-1 個丸バ×がつくわけですけどラスト3回は○○○になってるわけですでその回数はって言われるとえっ、ー、と n-1 個なんですから先頭がバツで×で、えー、n 回中1回はもう×って分かってるわけですから an-1 通りになるわけです定義からで えと〇×ってきた場合にはまたここから始まるものは自由なんですよ別に×から始まってもいいし〇から始まってもいいわけでそれは n-2 項になるわけですただし最後の3つは〇〇〇です○○○ですですかで○バ×ってきたものも同じ状況が生まれてます別に先頭が×から始まってもいいし丸から始まってもいいけれども最後が○○○で終わっている n-3 っていうことになるわけです。で、この3通りは全部排反なんですよね。で、どれかになってるわけです。必ずこのどれかになっていて、しかもこれはどれもダブ、えー、りがない、漏れがないということなので、n は n-1 と a n-2 と n-3 の、えー、足し算になっているということです。つまり、こういう全化式が立てられるということなんですね。 まあこの全化式自体が結構有名なのでフィモマチ数列の1つ長いバージョンですよね。まあ難しいと思いますけどねまあでも有名な問題なので、えー、と考えたことある人いると思うんですよ。まあ、えー、対策をしていればなんか点検問題でやったっていう人もいると思いますし、えー、2個の場合で、えー、同じように解けたっていう人もいると思いますね。 でまあ順次こう計算していきましょう。A8 はまあこれ計算できるので、これ一般項出すと大変なことになるので、えっ、ー、と直線の2、3つ足せばいいんですよね。だからえっ、ー、と7足す4足す2ってことですね。7足す4足す2で、えー、13って出てきます。で A9 はっていうと13足す7足す4とで24。 で永住、ね、はっていうと永住は、えー、っとこの3つ足せばいいんですねだから24足す13足す7ということで44ってことですねはいこれがえー、っとそれぞれちょうど永住、えー、だったら10回で終了する場合の数ですで今求めたいのは えと10回以下で終了する場合の数を Fn としているので F10 というのは、えー、A3 から a 4 a 5点、a 1 0までの相和ですよねこれを求めなさいって言ってるわけですだから 1+1+ まあこれ面倒ですけど、えー、計算していくしかないですね 2+4+7+13+24+ えー、44と。というわけでまあこれ、えー、と計算すればここはこことここが6でしょう6に、えー、とこの24足して30ができますよねここでねでここ足すと20ができますねで、えー、とここは2ができて2と44で46ができて、えー、20と30と50で、えー、と46足して96ですね。 というわけで、えー、答えは九十六ということになります。これ答えです。まあ多分ねこれあの書き出すのもえっ、ー、とまあありだと思うんですけども、んちょっとねやっぱりそのそうですね十とかが結構しんどいかなと思うんで。 えー、まあ、規則性を見つけないと厳しいかなと思います。まあできないんだったらね。あの頑張ってやるしかないかなと思いますけど、ま是、あ、非ね。この有名問題、全、う、可、ん、式の作り方をマスターしていただく問題まあ、確率全可式もそうですしね、えー、こういう全可式もそうなんで、まあ、一括りとしてね。勉強していただければいいかなと思います。はい、2014年度の早稲田大学有名問題でした。